スケートボードが楽しめるのは、岡山市中区の旭川の中洲にある旭川第一緑地です。この試みは晴れ野輪や岡山城などがある旧城下町エリアをさらに活気づけるため、社会実験として岡山市が行うものです。運営するのは岡山市スケートボード協会です。オープンする日は不定期で、今月は明日を含めてあと4日オープンします。無料で利用でき、来月は初心者向けの教室も開くということです。社会実験は来月までで、岡山市は効果を検証した上で今後の方針を決めたいとしています。協会によりますと、岡山県には初心者向けの練習場が少なく、スケボーを気軽に楽しめる場所として今後も継続したいとしています。普段はどういうところでスケボーやってるんですか？凪とか日生。でもここは30分で来るから結構近い。でも単純に嬉しいし、近いから普通に滑りやすい。